希望の扉が開く、勝利の扉が開くぞ。すごい魔力だね。ひげがピリピリする。確かにこれならドラゴンを一掃できるかも。これほどの魔力が一箇所に、これで未来は救われるんですよね。未来から来たルーシーさんも浮かばれますね。ルーシーさん？ダメ、扉を開けちゃダメ。今すぐに扉を閉めなきゃ。扉を閉めて、今すぐ。その扉を開けちゃダメ。ルーシーさん？どうしたの急に。何を言って。お願い、扉を閉めて。なりません。これが大軍のドラゴンに対抗できる唯一の兵器。今扉を閉じたらエクリプスキャノンは撃てない。エクリプスキャノンなんてない。あれは扉、時間をつなぐ扉なの。その蓄積された魔力を放出するのがエクリプスキャノンです。それは違う、あれは兵器なんかじゃない。その辺にしておけ。この国の姫君にあらせられるぞ。あの扉は400年前とつながって。何？すごい地響きだ。そんな、嘘だろ。扉からドラゴンが。これほど、なのか。嘘だ、こんなの勝てるわけねえ。もう一頭出てきた。どうなってやがる。まだ出てくるぞ。扉はどうやって閉めるの。早く。そこの台座で。このトリガーを引くのね。精霊魔導士の力で。1万のドラゴンはエクリプスから来るんですね。また一頭現れたぞ。ルーシーさん、扉はまだ閉まらないんですか。次から次へとドラゴンが出てくるよ。なんで、なんで扉が閉まらないの。私の選択のミスで世界が終わる。世界がドラゴンの怒りに染まる。私はそんなの嫌。もう一人の私の分まで生きるんだ。私の分まで笑って泣いて生きていくんだ。だから私は未来を守る。この地響き、夏、しっかりして。どうしたらいいの。行かなきゃ、約束したんだ。未来を守る。相手になってテイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよ。ローゼンクローネス、カリューの鉄拳。楽勝楽勝。
精霊魔導士の力が足りない。私がいます。雪の。ルーシー様、王道十二門の鍵を出してください。私の鍵と合わせて十二の鍵で扉を封じます。精霊で。ルーシー様。わかった。鍵が金色の光に。王道十二門の精霊たちよ、悪しき者を封じる力を貸して。開け十二門の扉、ゾディアック。すごい、全部の精霊が。お願い。どうした。やった。喜ぶのはまだ早い。何頭のドラゴンが出てきた。7頭です。やってくれたな、ルーシー、雪乃。だが7頭もいれば十分。夏はどうしたの。正直1万は制御しきれん。何の話。あの方は私に未来を告げた。奴が姫を騙した未来人。あんた、まさか最初からそれが目的で。よく聞け、愚民ども。今より人の時代は終わりを告げる。これより始まるのはドラゴンの時代。手始めにこの町にいる魔導士ども、皆殺しにしてこい。さっき制御とか言ってたが、まさか。ドラゴンを支配する秘術、双龍魔法。あいつの目的は何なの。わかりません。こんなことに何のメリットが。ここはお前に任せるぞ、ジルコニス。はっはっは。うまそうな人間どもだ。あいつはドラゴンの墓であった。我が名はアトラス・フレイム。貴様に地獄の炎を見せてやる。夏ドラグニル、町を見ろ。もう何をしようが手遅れ。終わりだ。お前の目的は何なんだ。7年後、世界はドラゴンによって支配されていると言ったのを覚えているか。だがそれはエクリプスからやってきたドラゴンではない。支配者の名はアクノロギー。たった一頭のドラゴンによって世界は支配されている。戦える魔導士もギルドも存在しない。恐怖に怯える日々。俺はドラゴンを操る秘術を編み出したが、アクノロギアには効かなかった。もはやアクノロギアを倒せるのはドラゴンだけだ。そのためにドラゴンを呼んだのか。それだけではない。アクノロギアを倒せば俺がドラゴンの王だ。お前支配する側に回るんだ。ゾクゾクする。お前は本当に運が悪い。聞こえるか。滅竜魔法ならドラゴンを倒せる。今日この日のために俺たちの魔法があるんだ。今戦うためにドラゴンスレイヤーがいるんだ。行くぞ、ドラゴン狩りだ。
エクリプスを通じて二人の未来人がやってきた。一人は私、もう一人はローグ。話はとにかく複雑で、この時は世界の危機に直面してたから、何が起きているのか考えてる余裕がなかった。未来の私は現れたドラゴンによって世界が滅ぼされたって言ってた。戦いで仲間を失い、無我夢中でエクリプスを起動させこの時代へやってくる。これが一つ目の未来。世界は1万のドラゴンに滅ぼされてしまった。そして二つ目の未来、これは未来から来たローグがいた世界。ここでもエクリプスは開かれる。でもその世界の私がすぐに閉じたことでドラゴンの出現は免れたみたい。でもその7年後、アクノロギアが現れ世界を支配することになる。そこでローグは1万のドラゴンを操ればアクノロギアに勝てるんじゃないかと思ってこの時代へやってきた。ローグの計画通りにはならなかったけど、7匹のドラゴンが出てきてこの世界は大混乱に陥った。行くぞ、ドラゴン狩りだ。無駄なこと。人間はドラゴンには勝てない。みんなを守れるなら人間じゃなくていい。マザークレイ、ドラゴンが増えた。ナッツの声を聞きましたね。ドラゴンを倒せるのはドラゴンスレイヤーだけです。ドラゴンスレイヤーはそれぞれドラゴンを、他のメンバーは小型の撃破をお願いします。ローグ、他のドラゴンへ回れ。ドラゴンスレイヤーのいねえギルドを助けるんだ。ナツタンの声が俺に勇気をくれた。戦う勇気じゃない、仲間を守る勇気をだ。スティングくん、フラム様、感情のないセーバートゥースは終わったんだ。俺たちは前へ進む。